ミル選手打ち上げて、これはセンター和田が取って、マリハーやりました。ちょうど今勝ちましたね。石川投手がね、まあ何年ぶりなんですかね、勝利。6月30日、日曜日、ロッテ対オリックス7対0で今、ちょうど今勝ちました。ナイスゲームです。石川歩夢投手がね、ナイスピッチングでしたね。5回無失点。2022年の9月以来の登板ということなんです。ちょっと勝ったのはね、その前いつか分かんないですけど、まあでも大体約ね、2年ぶりの勝利ということで、よく、いやー0点にね、まあ、結構ピンチは作りながら0点に抑えてたのはさすがでしたね。そしてオカピーが8試合連続2塁打、日本新記録。これね、ね、ヘッドコーチの金子さんがと、あと近藤選手、近藤健介選手が、記録作って7試合をね、まあ、昨日タイ記録だったんですが、しかも最終打席に決めるっていうね、ね、すごいっすね。この記録って言っても本当にまあね、また明後日から続く可能性もありますけど、生きてて見れないんじゃないかなっていうぐらいのね、記録じゃないですか。すごい、ね、僕的には個人的に結構テンション上がりましたけどね。そして、キュート君がね、上田キュート選手が、まあ、初回ね、2点タイムリー、これがでかかったんじゃないですか、ロッテとしてはね。まあ、昨日が、なんせね、まあ、変な話、昨日僕見てましたけど、一応ね、仕事をしながら、毎回言ってるんですけど、仕事をしながら、試合の見れる環境ではあるんですけど、昨日はやっぱミスが多くて、まあ、勝ってた試合でしたよね、正直。そういう中で、ちょっと嫌な流れもあって、まあ、今日ではないですか。そう。で、石川投手が出てきて、ね、まあ、初回はね、石川さんが、ね、まあ、森選手にツーベースは打たれたんですけど、ワンアウトから。ね、その後、太田選手をライトフライ。これでも初球で打ってくれたの助かりましたね。で、西川選手は三振ってことでね、これね、ここ初回抑えたの。あとの、一回相手は山下俊平太選手だったんですけどね、ワンアウトから、もうオカピもね、7球、8球粘ったか。で、角中さんヒット、セカンド内野安打、そして藤原選手デッドボール。もうコントロールがね、結構苦労してて、外選手は三振だったんですけど、ポランコ選手フォアボール、そしてツーアウトね、満塁から上田キュート選手がライトのタイムリーヒットということでね、ロッテはさ、このチャンスで打てないからさ、ね、みんながさ、あーって思ってたとこで、ね、これは素晴らしいですね。で、2回もね、先頭紅林選手にヒット打たれるんですけども、もう後続をね、断ち切りましたよね。あ、西野選手の時に紅林選手が、盗塁して、ね、タッチアウトで、西野選手はアウト、杉野選手、セカンドフライということで。ね、2回は、まあ、ロッテは、まあ、ランナーで出すもん。2回でも、俊平太さんめっちゃ投げても、50何球投げてもね、すごい。まあ、2回もね、チャンスだったんですけど、点取れず。まあ、3回も石川投手が、ね、まあ、ピンチ何気が抑えまして、そして3回裏ですね、外選手がセンター前ヒット、そしてポランコ選手がライト前ヒット。そしてワンアウト1、3塁から田村選手がライト犠牲フライで、こういう1点がね、ね、でかいです。こういうところで、ね、1点取れないと、みたいな。これはでかかったですね。ナイス犠牲フライでした。そして4回ね、西川選手、空振り三振、紅林選手、ショートゴロ。西野選手がサード内野安打だったんですけど、その後、杉本選手が、見逃し三振という。西野選手が怪我、ね、なんか太もも怪我したのかな。ね、ちょっとオリックス先やっぱ怪我人がちょっとね、今年は多いなっていうのが、そう、ありますね。そして4、5回も、石川選手が、5回から守備が小木ちゃんに変わるってね、早い。大体6回ぐらいで変わるイメージですけどね。6回でも早いけど、角中さんから。で、まあ、トング選手はファーストフライ。若月選手、ショートゴロ。まあ、ツアーとかね、福田選手、フォアボールだったんですけど、最後ね、森選手、センターフライということで、石川選手はナイスピッチングでしたね。5回、無失点。うん、よかった。そして、6回は横山くんが、まあ、また先頭にヒット打たれてる。結構前、毎回のようにランナー出してたんですけどね。みんな粘ってました。その後は3人で抑えましたからね。そして6回ですね。相手が本田投手。まあ、昨日も投げてて、昨日もピンチ作って降板してたんですけど、小川選手が、フォアボール選び、オカピーが、これね、フライだったんですよ。今日風がめちゃくちゃやっぱ強いから。ね。太田選手が、
ライン際の取れずね、1・3塁ね、オカピ一回二塁走りかけたんですけど、小川選手その時走ってなくてみたいな、また一塁戻ってきてみたいな。でこれはパルプンテでしたね。これはパルプってましたね。そして、オギちゃんは三振だったんですけど、藤原選手がね、追い込まれながらも最後はね軽打というかいい感じでね打ってレフトへのタイムリーで、これはでか、この4点目がでかかったですね。4点目でかかったな、これ。そして7回は沢村投手出てきまして、杉本選手バットめちゃくちゃね、こんな折れるかぐらいバット折れてたんですけど、サード内野安打、まさかのね。そうなりまして、ただ頓宮選手ね、ワンスリーまで行ったのかな。そう、頓宮選手ワンスリーまで行って、ワンスリーからのちょっとインコース高めのボール球だったんですけど、これ頓宮選手振ってくれまして、そしてね、その後最後インコースを見逃したし、これはもう完全にストライクだったんですけど、これはでかかったですね。これランナー 1・2 塁になってたらちょっと怖かったなっていうところだったんですけど、そして代打セデーノ選手がゲッツーってことでね、結構この頓宮選手のとこはね、結構ポイントだったんじゃないかな、僕的には思いますね。ワンスリーからの空振りね、ちょっとヒーローインタビュー始まっちゃったんですけど終わんなかったな。そして7回は、ピッチャー佐伯選手に変わりまして、ワンアウトが友崎選手がライト前ヒット、そして小川選手もヒットで1・3塁、そしてオーカピーがここで、3塁線を破るツーベース、8回8試合連続ツーベースという、すごいっすよ、8試合連続ツーベースね。こんな記録はさ、二度と見ないんじゃないかって、さっきも言いましたけど。金子さんも笑ってましたね。金子誠さんが記録保持者ということでね。ね。まあ、これで結構、まあ、そのオカピのツーベースもね、良かったんですけど、これで決まった感はありましたね。そして8回は西村投手が出てきて、またダブルプレー取ったりね。そして8回裏は逆にポランコ選手がホームラン。ね、これもでかかったというか、まあ、本人にとってはね、まあ、ヒットは出てましたけど、まあ、ちょっと調子を上げてほしいな。調子を、ね、悪くね、まあ、打ってはいるけど、なんか、まだまだ、もうちょっといけんじゃないかなっていうのがあってね、ここからまたギアをちょっと1個上げてほしいな。あと、なおチャンスだったんですけど、打てず。それで9回は、広畑選手が3連勝凡退ということで、ね、この3連戦、ちょっと昨日は残念でしたけどね、まあでも結果的に、まあ、2勝1敗ということで、ね、まあ、ちょっとソフトバンクが勝ちすぎなんでね、なんとも言えないんですけど、まあまあギリギリね、負け越さなくてよかったかなっていうのはありますね。まあ明後日から日本ハム戦ということで、なんとかね、エスコンか、明後日からエスコンなんですけど、ロッテさん3連戦かな、これも、エスコン3連戦ですね。ちょっとここでなんとかしてね、ちょっとエスコンでやられてるイメージもあるんで、なんとかね、ちょっと頑張ってほしいなっていうのはありますね。結構前半の踏ん張りどころというか、まあ、相手もそうですしね、日本もちょっと3連敗、ね、ソフトバンクに負けちゃ3連敗してるんで、お互いに結構ここは、ね、踏ん張りどころだと思うんで、ちょっとなんとかね、頑張っていただいて、勝っていただきたいなと思います。ちょっとなかなか配信ができなくてすいません、ちょっと。もう1週間ぐらいはもしかしたらちょっとバタバタしてるんですけど、来週ぐらいからちょっとまた配信をできたらね、いいなと思いますんで、またちょっとまた決まった雑談配信とかやりますので、よろしくお願いしますということで、また明日から48時間みんな機嫌いいと思うんで、48時間ぐらいね、機嫌いいと思うんで、皆さん明日からお仕事ある方頑張ってくださいというわけで、以上中田ピロ1バトルチャンネルでした。ありがとうございました。